大外刈り。まず引き手、釣り手を大きく使い相手を崩す。相手の足を刈る。刈り足はつま先を伸ばして大きく振り上げる。この足の振り上げが相手の崩しにもつながる。投げる際、釣り手は相手の顎を上げさせるように使う。刈り足は大きく振り下ろし最後まで刈る。大内刈り。相手を後方に崩し、片足を内側から刈り倒す技。総合格闘技では吉田秀彦が頻繁に使う技である。軸足をすぐに寄せて、刈り足はコンパスで円を描くように刈る。引き手は下方向へ、釣り手は道着を脱がすように使う。引き手、釣り手、足を使ってバランスを崩しながら、胸を強く当てて相手の重心を後ろへ移動させる。十字固め。関節技の基本。相手の腕を捉えて片足を相手の顔に引っ掛け、足を伸ばすようにして仰向けにする。その時、相手との位置関係は十字の位置関係であること。決める際、相手の親指を上に向け、両膝を内側に向かって締めながら下腹を出す。袖車締め。相手の頭に枕をするように腕を差し入れて、反対の袖に手を入れる。袖を入れた方の腕を喉に押し付け、手首をよく効かせて挟むようにして締める。この時、右手は左腕の胴着をつかむとより強力になる。